ごちそうさまでした。まずかったです。二度と食うんじゃねえぞ。じゃあ味噌ラーメンセットください。なんでだよ。いるか、今さらいるか俺の写真。友達だから写真ぐらい大丈夫。僕そういうものの考え方あんまり好きじゃないです。急に心揺さぶる正論だね。さすがにこれはないだろうと思ってたけどまんま来たね。見つかっちゃったね。小峠さんですか。はい。爆裂さんですか。はい、爆裂です。山下さんっていうおっちゃんが撮ったんだけどさ、それお前トラップ引っかかった後もネズミが動いても大変だったんだから。山下さんもあれ以上のネズミが撮れる気がしないっつって燃え尽きて次の日やめてったよ。スマホ落としちゃった。うん、ちょっと撮ってきますね。うん。じゃあ前は4畳半のなんかボロアパートに住んでるとか言ってたけど、あ、今はそこのタワマンの最上階に住んでます。 あそこ住んでんの。はい。あそこから降りてやってきてんの。あ、はい。まあでも魂は変わってないんで。変われずに入れるかね魂。ちょっ、決して悪くはない。悪いよ、めちゃくちゃ悪いよ。え、見にくいよ。おい、なんだあれ。ミラーボールです。え、ミラーボールです。なんでお前寿司屋にミラーボールなんだよ。盛り上がりますよ。すいません、どの町の教育受けたらこうなるんだよ。俺この先お前以上のやつと出会わないぞ。何やってたんだよこれ。ボランティアです。あ